あなたの輝けば世界は輝く。ライフスキルの先生、ミスターおかちです。今日もここに来てくれてありがとう。今日のテーマはこちらです。やればできるを100倍に。やればできる、やればできる、やればできるって自分のことを信じる気持ちを大きくする、100倍にする、そんな魔法のようなお話をします。突然ですけど、みんなに質問です。今からおかちが言うことにそうやなって思ったら手を挙げてください。いいですか？読みますよ。自分のことをやればできる人だと思っている。努力できる人だと思っている。どうしてもやりたい目標がある。どんな目標でも達成できる。自分が安心できる居場所がある。自分は将来絶対に成功する。自分のことが大好きだ。以上です。今おかっちが言うたこと全部手上がった人、全部手上がった人、もう見なくていいです。もうこの番組見なくていいです。君には必要ないから。なぜ今日僕がこのテーマのお話をするのか、それはやればできるって信じること、それはめちゃくちゃ大事やからです。学校生活を楽しくするのにも大事やし、学校卒業して中学校行っても高校行っても大学行ってもどこに行っても成功して幸せになるため、そのために大事だからです。はい、ということで早速ですがクイズです。じゃじゃん。インドで象を飼うときに一番最初にすることは何でしょうか？正解は象の足に鎖をつけて柱でつなぐことです。これ何でか分かる？分かる？動物園行ったら象さんってめっちゃ大きいやん。でもね、ちっちゃい頃もあったよ、象さんにも。な、ちっちゃい象さん頑張って抜け出そうってします。でもちっちゃい象さんには抜け出す力はありません。何度も何度もそこから出たい、そこから抜け出して、もっと自由になりたいって頑張るんだよ。でも逃げ出すことできないの。じゃあどうなると思う？こう思うんだよ、ゾウさん。僕の力では無理なんだって、何度やっても同じだ、もうやめとこうって。そうなると逃げ出そうとしなくなる。そして時間が経ちます。ちっちゃいゾウさんもどんどん大きくなってきます。大きくなってくる。つまりそれは十分すぎる力を手に入れた。そこから抜け出すには、逃げ出すには十分な力を持っているの。でもそのゾウさん、あら不思議、そこから逃げ出そうとしない。これどういうことか分かる？一旦頭でな、僕はやっても無理なんだ、逃げ出すことはできないんだ、そんな力はないんだって頭で考えてしまうと、思い込むと実際行動しなくなるの、挑戦しなくなるの。だからいつまでも鎖につながれたままなの。でもね、もしこの大きなゾウさんがやればできる、僕はここから抜け出すことができるんだって自分のことを信じていたらどうだろう？簡単に抜け出せますよね、逃げ出せますよね。そうなったらね、行きたいところに行けるし、やりたいことをできる、そのゾウさんは自由になれるの。わかる？やればできるって信じること、そして頭の中で思ってること、その思い込みっていうのはめちゃくちゃ強力やね。でもな、これはゾウさんの話だけちゃうで、人間でも同じや。どうせ失敗する、やっても無理やっ
って思っていたらやらないでしょ、挑戦しないでしょ、挑戦しなかったら上手くならない、上達しない、成長しないの。成長しなかったら夢は叶わない、幸せにもなれないよ。 OK？ おかっちはそんなの嫌やねん。みんながな、やればできるって信じて、どんどん自分がやりたいことを挑戦する、挑戦するから上手くなる、成長する、成長すると仲間もできるし、できるし、やりたいこともどんどん実現する、そして夢が叶っていく、そしてみんなが幸せになる、そうなってほしいの。だから僕は今日ここにいます。 OK？ ここにいるみんながやればできる、やればできるって自分のことを信じることができて、ずっと我慢する、そんな人生じゃなくて、やりたいことをどんどん実現する、そんな人生になったらいいなと思ってんねん。ではな、どうやったら自分のことをやればできるって信じることができるんやろ。いきなり答えを言います。答えはセルフイメージを上げることです。セルフイメージっていうのは一言で言うと自分に対する思い込みです。自分はやればできるって思ってたら、さっきのゾウさんの話で言うと鎖がない状態。 OK？ 鎖がない状態だから、いつでもどこでも好きなところに行ける、やりたいことを行動する、挑戦する、それがセルフイメージが高い状態です。逆にやっても無理やって思ってたら、セルフイメージが低い状態なの。 OK？ そういう状態はまさにたくさんの鎖で縛られている状態です。ではもう少し分かりやすく図で説明したいと思います。セルフイメージが低い人は、失敗したらどうしよう、うまくいかんかったら恥ずかしい、どうせうまくいかへんやろうなって頭の中で言ったり口に出して言葉にします。そうすると失敗するの嫌やからやめとこうって考えるようになって、実際に行動しない、やらないということを選択します。行動しないから新しいことを学べないし、スキルが身につかない。その成長していない自分を見て、やっぱり自分はできない人間なんだって評価して、セルフイメージが低くなる。これをね、ぐるんぐるんずっと続けたらどうなると思う？毎日やりたいことを諦めて成長できず、自分にどんどん自信がなくなって、自分のことが大嫌いになっていくの。セルフイメージが高い人はどうだろう？やればできる、僕は頑張れる人間なんだって頭の中で言ってます。そうすると何かやりたいことが見つかった時に、やってみよう、やったらできるからって考えて一歩踏み出す、つまり行動するんです。で、何度も何度も練習して頑張ってたら、スポーツやったら上手くなるし、勉強やったら、例えば新しい漢字を覚えたりしてどんどん成長するよね。じゃあ自分の能力が上がっていくやん。じゃあその成長した自分を見て、ほら、やっぱり僕はやればできる人間なんだって自分のことを評価して再現して、セルフイメージがどんどん上がっていくの。わかった？自分のことをやればできるって信じるためには、セルフイメージをぎゅーっと上げることが大事なんです。セルフイメージが低い状態から高い状態に変えることが大事です。変える、つまり変化です。で、覚えておいてほしいことがあります。変わりたいんやったら変わらないといけないよ。 OK？ 変わりたいんやったら変わらないといけないの。今までと同じことを言っていたり、同じことをやっていたり、同じことを考えていたら、今までと同じ結果が出ます。自分はやっても無理なんやって。わかった？変わりたいんやったら変わらないといけない、これがこの世界の大原則です、ルールなんです。じゃあ何を変えないといけないのか、
何を変えないといけないのか。 OK、 ここからはみんなのそこを変えたらセルフイメージが上がってやればできるって信じれるようになるよ、そんな話をしていきます。3つあります。その1、気分を変える。不機嫌からご機嫌に。これわかる？ご機嫌になるっていうこと、気分を良くするということです。考えてみてよ。不機嫌、気分が悪かったり機嫌が悪かったらこんな感じやん。はぁ、最悪、なんで俺がこんなことしなあかんの、ムカつくわって暗い言葉しか出ないよね。じゃあその言葉が出たら頭の考えもそういう考えになっていくやん。じゃあ行動しないし面白いアイデアなんか出てこないでしょ。そして最悪、あいつムカつく、なんかもう嫌や、疲れた、こんな状態で友達ができますか？幸せなことが起きますか？起きないんです。 OK、 だから自分の気分を良くする、これめちゃくちゃ大事やね。もしかしたらこれ以上に大事なことはないかもしれへん。不機嫌じゃない、ご機嫌になるの。自分の気分が悪い状態から気分を良い状態に変えるの、これがとても大事です。ここがスタートラインです。それじゃあな、ご機嫌になるために、気分を良くするために一番大事なことは何やと思う？簡単や、自分のいいところを見つけることです。はい、それでは今からゲームをやりましょう。僕がみんなに10秒プレゼントします。その10秒の中でできるだけたくさん自分のいいところを見つけてください。それではいきますよ。3、2、1、スタート。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了！ストップです。どうだろう、みんな。自分のいいところ見つかった？じゃあ聞くよ。一つでも見つかった人。あ、これはいいね。これはまあまあまあ見つかって。一つは見つけるよ、一つは。じゃあ三つは？三つはどう？じゃあ5つはどうだろう、5つ見つかったかな。はい、ありがとう。でも大丈夫、今ねこの10秒で1つも見つけられなかった、それでも大丈夫よ。チャンスは毎日あるから、毎日自分のいいところを見つける、そんなチャンスはあるから大丈夫ですよ。ポイントはできるだけたくさん見つけることです。数が大事、どんだけちっちゃくても OK なの。自分のいいところがたくさん見つかったらどんな気分？あ、自分こんないいところある、あ、自分こう優しいところもある、あ、頑張ってる、うわ、成長した、漢字もたくさん覚えたって、いいところをたくさん出すか、たくさんね見つけていくと、ほらほら気分が良くなっていくでしょ、良くなっていくでしょ、ご機嫌になっていくでしょ。ご機嫌になっていくと、あ、なんかあれもできる気がする、あ、これもできる気がする、やってみよう、やればできるかもって思えてきて、セルフイメージが上がってくるの。それがね、あのね、思い込みでもいいんだよ。セルフイメージっていうのは自分に対する思い込みだから、思い込みの力は強力だから、それで OK なの。そうやって自分のいいところをたくさん見つけていくと、みんなは宝箱になります。宝箱には何が集まってくる？宝物やろ、宝物やろ。君がいてくれて助かるよ、いつも面白いね、いつもありがとうって、みんなから宝物のように扱われたり、宝物のようにありがとうっていう言葉をもらえたりするので、みんなから喜んでもらったり感謝してもらったり楽しんでもらえたら、気分はどんどん上がっていくよね。気分がどんどん上がっていくと、やればできるって気持ちもセルフイメージもぐーんと上がっていくの。 OK、 宝箱には宝物が集まる。逆に自分の悪いところがたくさん見つかったらどうなると思う？
やっても無理や、また失敗した、いつも100点取られへん、漢字も全然覚えてない、宿題もやってない、足も遅いし、やみんなに嫌われてるって自分の悪いところをたくさん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 見つけていくと、あなたはゴミ箱になります。ゴミ箱には何が集まる？ゴミ箱にはゴミが集まんねん。お前なんかと遊びたくない、どっか行けや、気分いいねん、また失敗した、パス悪いんや、お前シュート打つなよ、でみんなから友達からゴミのように扱われんねん。ひどいこと言われたり嫌われたり、あっち行けみたいな言われたりさ、そうなると、あ、やっぱり僕はみんなから嫌われてるんや、みんなから大事にされへんねや、自分なんてダメなんやってなってって、やればできるって気持ちはどんどん下がっていく、セルフイメージはどん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 下がっていくんや。みんなどっちや、宝箱になりたい、それともゴミ箱になりたい？僕は宝箱になりたいよ、そりゃ宝箱になりたい。宝箱になるために大事なこと、それは自分のいいところをたくさん見つけて、自分が自分のことを大事にすることなの。でもな、自分にはいいところなんて一つもない。足も遅いし、字も汚いし、いつも怒られてるし、みんなから嫌われてるし、で自分のいいところが見つからない人もいると思うね。おかっちがそうやったから、小学校の時な。でもそれはみんなに、僕にいいところが一つもない、そういうことではないね。いいところを見てないだけ、見つけてないだけ。じゃあどうやったら自分のいいところを見つけることができるんやろ。2つ教えるわ、いいところを見つける方法2つ教えるわ。1つ目、昔の自分と比べる。試合には負けたけど落ち着いてプレーができた、シュートは入らんかったけどいいパスができた、100点は取られへんかった、でも新しい漢字を15個も覚えた。こんな感じで昔の自分と比べんねん。人と比べるんちゃうで、人と比べたらあいつ100点取ってや、俺の勝ち90点やダメやとかちゃうねん。前80点やった、今回90点、10点も伸びた、そういうことやねん。自分がどんだけ成長したか、どれだけ進化したか、どれだけ上達したか、そういうところを見るねん。他人と比べない、自分と比べる。2つ目、自分がやってきた準備や成長を褒めるの。 OK？ 試合には負けたけど試合までこれだけたくさん準備をして、これだけ毎日練習してシュートをたくさん打ってきた、100点は取られなかったけれども毎日ちゃんと5個ずつ漢字を覚えたやんとか、自分がやってきた成長じゃない、成長とか準備プロセス、そこを見てあげて、認めてあげて、自分がやってきたことを、結果が出なくてもその努力は無駄じゃない、100点取られへんかったとしても君がその上手くなったそのシュート力とか覚えた感じっていうのはゼロにならへん、そういうことやね。自分の成長、準備したことを見てあげる。そうすればな、どんどん自分のいいところが見つかっていく。いいところが見つかれば君たちは、そして僕は宝箱になれるんだよ。そしてね、これ大事よ、いいところを見つかったら、見えてきたら、それをね、褒めてあげてよ。自分で言葉にして、頭の中でもいいよ、言葉に出してもいいから、よくやったな、田中には負けたけど前よりも 0.1 秒も速くなった、そして一生懸命頑張ったやん、俺は頑張れる人間なんや、頑張った自分に拍手してあげよう、褒めてあげよう、認めてあげよう、受け入れてあげよう、自分を大事にしてあげよう、大切にしてあげよう、褒めてあげるの、これめちゃくちゃ大事よ。自分が自分のことを認めてあげると、褒めてあげると、どんどん君たちは宝箱になって、やればできるって気持ちがどんどん高まっていくの。自分はやればできる、あれもできた、これもできたって、自分は頑張れる人間なんだって思ってたら、どんどん自分の気分は良くなっていくでしょ。
ご機嫌になっていくの。やればできるって信じれるようになっていく。セルフイメージもぐんぐん上がっていくんだ。セルフイメージを上げるための3つのメソッド、その2、行動を変えるの。 OK？ 気分が変わってご機嫌になったら、やってみよう、やってみたいっていう気持ちがぐんぐん上がっていくでしょ。じゃあそうなったらやるの。そうなったらやるんだよ。ね、やりたいと思ったらやるんだよ。行動、これ大事。じゃあ行動したらどうなる？行動したら成長するね。できなかったことができるようになって、できることがもっともっとできるようになる。みんなも成長したいでしょ。成長したらね、セルフイメージは上がっていく。行動してできないことができるようになり、できることがもっとできるようになったら成長して、成長したらセルフイメージが上がっていく。やればできるって信じれるようになるんだよね。ということで、今から成長するための4つのサイクルを紹介しようと思います。こちらが成長するためのサイクル、4つのステップです。まずステップ1、それは目標を立てるということです。自分があれやりたい、これやりたいって思ったら、それを目標にしましょう。これは自分がやりたいなって思ってることに日付をつけるということです。足が速くなりたい、漢字をたくさん覚えたい、そういうやりたいと思ったことに、来月までに 0.1 秒速くする 50m 走ね、とか来週までに漢字を15個覚えるとか、自分がやりたいことに日付をつけてください。で、これ大事なこと、目標っていうのは大きくなくてもいいよ。まず最初はめちゃめちゃちっちゃなことで OK。 できるだけちっちゃなこと、できるだけたくさんちっちゃな目標を達成していく。数が大事や、この目標もな。達成すれば達成するほど気分が良くなっていくやろ。だからです、いきなり高すぎる目標を立ててしまうと、あーそこに行くまでに時間かかるな、遠いなと思って行動しなくなっちゃう。だからまずはちっちゃな目標で OK。 これがステップ1、目標を立てるということ。そしてステップ2、本気でやる。行動です、練習です。自分ができうること、全ての力を使ってやりましょうね。周りの人と比べて自分のペースでいいから、全ての 100% を使って 100% 燃え尽きるんや、燃焼するんやね。これ大事よ、できることの全てをやる。ステップ3、テストする。これ大事や、一生懸命練習した、でも練習してどれだけ自分が成長したのかって、やっぱテストしな分からへんや。テストすることで何ができてて何ができへんのかが分かるやんか。だからちゃんと実力を試す場を作るということ、これがステップ3です。ステップ4、採点する。これ大事よね。テストをしておしまいじゃないよね。テストをして答案用紙が返ってくる、そしてそれを見たらどこが間違っててどこができているのかが分かるやん。じゃあ間違ってるところを、あ、ここ間違ってたなと思うと、その間違ってるところをもっと勉強したらいいし、あ、ここ自分のいいところだって、自分の強み武器が分かったらそこ一生懸命練習したらいいやんかね。でこういうふうに、採点することでね、自分のいいところ悪いところが見つかってくるから。であとはまた目標を立てて本気でやってテストをして、そして採点する。これをぐるん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 回していくと成長するんです。でこの成長サイクルをぐるんぐるん回すときにめちゃめちゃ使えるノート、それがあります。それが GBH ノートです。このシートはバスケットボール教室で高学年のリーダーの子が低学年を教えるときに書いていたノートです。一番上、これ目標書きます。ここに書いてるのは今日の練習で大事にするポイントです。これを練習前に書きます。そして練習が終わったら採点タイムということで、自分が目標で決めたことができたかどうか、左側に良かったポイントを書いて、右側にもっと良くなるポイントを書きます。
例えばスポーツの試合とかやったら、どうやったらもっと点数を取れただろう、どうやったら点数を取られなかっただろう、自分の良かったところと悪かったところ、チームの良かったところと悪かったところをどんどん思いついたところを書いていきます。このシートで言えばグッド、ナイス、惜しいって低学年の子に言えた、ベタ、休憩中に会話ができなかった、そして一番下の欄に良いところをどう伸ばすか、悪いところをどう直すか、次の課題とか作戦を書いていきます。このシートで言えば1年生が分かる声かけをする、練習が終わった時にアドバイスや練習の話をしたりする、これが GBH シートです。これは勉強でもスポーツでもどんな時でも使えるから、ぜひ試してみてください。自分を成長させるために役立つノートです。成長するための4つのステップ、目標を立てる、本気でやる、そしてテストをする、そして採点をする、これをぐるーんぐるーん回していく、ぐるんぐるん回していくことで、できることがもっとできるようになって、できないこともできるようになっていく、自分の能力がどんどん上がっていく、知識がどんどん増えていく、頭が良くなっていく、ジャンプ力がどんどん上に上がっていく、成長するんです。能力がどんどん上がって成長すれば、わあ、自分ってやればできる人間なんだ、自分ってすごい人間なんだっていう気持ちがぐん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 上がっていて、セルフイメージが上がっていくからね。そういうことです。セルフイメージを上げるための3つのメソッド、その3、環境を変えるね。みんなの周りにこんな人はいませんか、こんな人、お前はやっても無理だよ、センスないねんから、ほら失敗するって言うんだよ、やめときやめとき、無理やから、お前嫌いや、どっか行けや、こんなこと言う人いない？もしいたらよ、もう危険です。もうそんな人がいたら、もうそんな人からも離れてくださいね、距離を置いてください。離れるの、離れていいんやね、別に距離置いていいんや、危険だから、わかる？もう考えてみんや、何やろ、新幹線ね、時速350キロでずっと走ってくれや、自分に向かって走ってくんねや、受け止めたらどうなるよ、もう大変や、粉々になんねん、わかる？突っ込んできたら、そういう人が来たら一歩離れんの、一歩離れたら気持ちいい風が来るぐらいや、離れていいんや、逃げていいんや、そういう人から、そういう人とずっと一緒にいるとセルフイメージがどんどん下がっていくから、危ない、だから離れてください。その代わりにみんなのことを信じてくれる人いるやろ、いるやろ、その人、その人、その人はめちゃくちゃ大事にしてな、みんなのそのもの、そのまんまを受け止めてくれる人、失敗しても抱きしめてくれる人ね、否定しない人、バカにしない人、そういう人を見つけたらどんどん絶対に大事にしてください。そういう人といるとね、みんなのことを信じてもらえると、なんか、あ、自分ってやればできるんだって気持ち上がってくるでしょ。そういう人といればいるほど、みんなのやればできるって気持ちが上がってくるからな、大事にしてください、大切にしてください。失敗したらめっちゃ怒られたり、なんていうか、一番にならんかったらあなたのこと嫌いよみたいな、そんな場所やったらもう行動できへんやん、もう挑戦できへんやんか、ずっとビクビクしとかなあかんや、怖がっとかなあかんや、これな嫌じゃない。おかっちの小学校の時はまさにそんな感じやって、2年間いじめられてたんよ。あっち行け、キモいねん、だから嫌われるねん、ずっと一人やったよ、もうそこにいるだけ、もう僕がここにいるだけでみんなの迷惑になる、朝ね、靴履き替えてガッチ履き替えて下に置いたら、それをさ、ボーンって蹴られたりさ、ボーンって投げられたりさ、机の引き出してみたら給食後のこういうのパンのくずがうわーっていっぱい出てきたりさ、ノートで書いてたら、そのノートを横から来てうわーっ
で落書きされたりとかさ、教科書をガッと外に投げられたりとかさ、体育の時間で着替えてる時にお茶をねグググってこううんって含んでやで、バーってねみんなの見てる前でかけられたりさ、そのままボって突き倒されて輪っかになってみんなに蹴られたりとかさ、そして僕は泣いていて、その泣いてるところを女の子に見て笑われたりとかさ、もうほんまにもう自分という人間に自信がなくなったよ。もう自分という人間いらないんじゃないかと思いました。死んだ方がいいんじゃないか、死んでも誰も悲しまないんじゃないかって。でもこんなこと誰にも言えないよ。お父さんにもお母さんにも学校の先生にも、もちろん塾の友達にも誰にも言えません。それだけはできない、絶対できない。僕がいじめられてる、僕が嫌われてるということを知られること、それはもうめっちゃ辛いことで、それだけはあってはならない。自分一人で抱えてたよ、自分一人で抱えてたよ。自分なんてもういらない、一人ぼっち、何回死のうって思ったことが、おかっちが死ねば、僕が死ねば、あいつらに復讐ができる、遺書を書いて、あいつらのせいでおかっちが死んだって、そういうことで、あいつらをリベンジできる、復讐できると思ったよ。そんな辛い時に、僕を救ってくれたのがお母さんやって。もうどんな時でも味方になってくれるし、どんな時でも応援してくれる、信頼してくれる、信じてくれる、大丈夫だよって、信じてるからね、失敗しても大ちゃんは大ちゃんだからねって、絶対大物になるからねって、頑張ってるの知ってるからねって、そうやって応援してくれて味方になってくれる人がいたから、僕は死なずに済んだのね。頑張ってこれたの、2年間な、小学校の辛い時、そう、ほんまに死ななくてよかった、本当に死ななくてよかった。だって今こんだけ楽しいんやからね。そう、僕にとってお母さんは安全基地やった、僕を絶対守ってくれる基地やって、そんなね、分かったよね、そんなみんなのことを大事にしてくれる人、信じてくれる人な、そういう人をね見つけてください。見つけたらずっとその人から離れないでな、離れないで、あなたもその人のことを大事にしてあげる、で向こうも大事にしてあげる、そうすることでみんなの安全基地がどんどん広がっていくから、安全な場所が広がればどんどん挑戦できるからね。挑戦して行動して能力を見つけたらどんどん成長してやればできるっていう自信も上がっていくからね。今日のテーマはやればできるっていう気持ちを、自分を信じる気持ちを100倍にする、そんな3つの魔法をお話ししてきました。その1、気分を変える、ご機嫌になるということね。自分のいいところをたくさん見つけて、それを自分で認めてあげて、受け入れてあげて、褒めてあげるの。その2、行動を変える、成長サイクル、4つのステップ教えたよね。目標を作る、ちっちゃな目標でいい、ちっちゃな目標でいいから、そのやりたいと思った夢に日付をつけてくださいな。それを一つ一つ達成していくので、目標を作ったらな、それをね本気でやるの。自分の本気でいいよ、あいつの本気じゃない、自分の 100% を出してください。そしてテストをする、テストをしたらな、自分が何ができて何ができないのか分かるから。そしてもちろん採点も忘れないで、採点忘れてグッドベターハウの GBH ノートやったやん、あの一番下のラインやん、あそこに次の作戦、次やることを書くのな。そしてそのサイクルをぐるんぐるん回していく、そうすれば成長するから。その3、環境を変える。あなたのことをバカにする人、あなたのことを嫌う人、あなたが傷つくことを言う人、そんな人からは離れましょう、さよならです。その代わりにみんなのことを大事にしてくれること、人を信じてくれる人、愛してくれる人、好きになってくれる人、そういう人を大切にしてください。その人が皆さんの、みんなの安全基地だ。最後に君たちに4つ目の魔法をかけたいと思います。やればできるって気持ちがキュイーンってレベルアップする、そんな魔法です。どんなことでもできる、空をも飛べちゃう、そんな魔法です。みんな、ピーターパンって知ってる？ピーターパン知ってるよな。おかっちが小学生の頃めちゃくちゃ好きなヒーローでした。
ピーターパンはウェンディーやジョンをネバーランドに行こうって誘います。しかしウェンディーたちは空を飛ぶことができないので一緒にネバーランドに行くことができません。どうやったら空を飛べるの？ピーターパンに尋ねました。ピーターパンは何て答えたと思う？とっても簡単さ。飛ぶために大事なことはただ一つ、素敵なことを考えるんだ。そのセリフにティンカーベルの魔法の粉がかけられてみんな飛ぶことができたんです。それが大事だと思う。ワクワクせえへん？楽しいこと考えたら、あれやったらどうなるだろう、これやったらどうなるだろう、ああいう風になったら楽しいなって、そのワクワク、楽しいことを想像する、イメージすること、これがめちゃくちゃ大事やね。楽しいことイメージする、ああなったらいいなと思うと、どんどんね、やりたいって気持ちが出てくるでしょ。やればできるかもって、じゃあやったらいいの、一歩踏み出したらいいの、ジャンプしたらいいんだよ。一人じゃ怖いかもしれへん、じゃあ一緒に飛ぶからね。周りいるやろ、友達が、仲間がいるやろ、みんなでやったら怖くないね。みんなやったら絶対できる、君やったら絶対できる、おかっちは信じてるから。あなたが好きなあなたになろう。人生はとっても楽しい冒険だ。さあみんなで大冒険に出かけよう。以上です。こんな感じでおかっちの独演会トークショーはこれにて終了。 The End です。またいつかここに戻ってくるから。 OK I'll be back。 また会いましょう。 See you。 バイバーイ。